番組はポールポジションとご覧のスポンサーの提供でお送りします。全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦、この日激戦の舞台となったココス号に集まった観客、その数21,000人。そしてこの観客の目はパドックに並べられ、厳重にシートをかけられた3台のニューマシンに釘付けとなった。決勝レース前のウォームアップラン直前まで秘密のベールに包まれたこの最新鋭レーサーとは一体何だ。それはこれだ。88年型ヤマハ TZ プロトタイプ。このニューマシンで最も関心を集めたエンジンは水冷バーチカルツインの後方排気。シリンダーは40度前後の前車が見られる。吸気方式はクランクリードバルブと思われる。またそれに伴ってキャブレターは前方に向かって取り付けられ、エキゾーストはシリンダーからストレートにシートカウルの下を通ってリアカウルから突き出る。果たしてそのポテンシャルはいかに。国際 A 級250決勝ポールポジションは現在向かうところ敵なしの清水雅宏。セカンドポジションシーズン後半追い上げを見せる奥村博士。予選3番手はワークス YZR オーカルヤングファイター本間俊彦。予選4番手 88TZ を与えられたアタッカー難波恭司。予選5番手も同じく 88TZ 打倒 NSR に燃える太田道有。予選6番手ランキング上位に食い込む宮城光。予選7番手 88TZ 3人衆の1人田村圭司。予選8番手前回筑波の転倒で逃したポイントが後半どう響くか小園克義。小林は調子が上がらず予選9番手からのスタートとなった。国際 A 級 250cc クラス決勝をスタート。全車一斉にアクセルを踏み20周先のチェッカーを目指す。まず一気に飛び出したのはポールポジションからスタートの清水。その後ろ3台のヤマハ勢森脇の宮城と続く。オープニングラップ S 字、早くもゼッケン3清水とゼッケン30本間の2台のトップ争い。ハイポイントコーナーレインボーコーナーへと走り抜ける。 700m のバックストレッチ馬の背を抜けて SP イン。 NSR 清水 YZR 本間、同じく YZR 奥村、ニュー TZ 難波、 0Z 宮城、 NSR 小園、ニュー TZ 田村の順で通過。続く最終コーナーから試験員ゼッケン30本間、ゼッケン3清水のインに強引にマシンを滑り込ませトップに浮上。しかしストレート立ち上がりで清水難なく本間をパスして再びトップへ。3周目早くも2位と3位の差は約4秒と大きく開く。第5戦の相撲ではヤマハが送り込んだ秘密兵器ジョン・コシンスキーに惜しくも敗れた清水。その一戦以外チームメイト小林と共に勝ちの勝利を続けているホンダ NSR。これになんとかストップをかけたいヤマハは第6戦の鈴鹿より、それまで TZ に乗っていた本間の手に打倒 NSR の願いを込めてワークスマシン YZR を委ねた。その期待になんとか応えたいゼッケン30本間俊彦。その後ろでは奥村、難波、小園、宮城による白熱の3位争いが展開。その後周回を重ねるごとに本間のタイムが乱れ、少しずつ開き始めた1位清水との差はレース終盤の10周目には8秒58にまで広がり、このトップ争いに続く3位以降も14周目には奥村、難波、宮城の順で落ち着き、小林は8番手までポジションを上げるが、その走りは今一つ精彩を欠いた。そして迎えたファイナルラップ、トップ清水1分38秒台で周回を重ね、2位本間に約10秒の差をつけ最終コーナー試験員をクリア。ゴールは目の前。ストレートを駆け上りゼッケン3清水雅宏、今堂々のチェッカー。上昇を NSR、 またしてもヤマハの総攻撃を退けた結果となった。それでは1位ホンダ清水雅宏選手と2位ヤマハ本間俊彦選手のインタビューを聞いてみよう。いつもおめでとうございます。 ありがとうございます。すごいね、やっとこの間コシンスキー選手にちょっとやられたんですが。そうですね、でもなんとか逃げ切れてよかったです。ヤマハのマシンは速くなってきてますか？だんだんね、速くなって乗りやすそうです、ね、ヤマハの人も速く、だんだん速くなってきたんで、これからも頑張らないといけないと思うんで。じゃあ、今チャンピオンに最もまた近くなりました。おめでとうございます。ありがとうございました。
序盤清水選手のお尻に食いついたんですけども、はい、そうですね、なんとか前半はついていけたんですけども、後半人間の方が垂れちゃって、ダメでした。ということはスタミナを強化するというのはこれからの課題でしょうか。そうですね、トレーニング不足ですね。ただ一つそれだけです。ワジェットアールとの相性は、かなり良くなってきて、これから戦闘開始って感じですね。おめでとうございます。はい、どうもありがとうございました。続いてのレースは国際 A 級 TTF3 決勝。ポールポジションシーズン後半でその実力を発揮、塩森俊夫。セカンドポジションなんとか1勝挙げたいルーキー田口真澄。予選3番手今季 F1 F3 のダブルエントリー平塚昌司。予選4番手吉村を支える柱として大きく成長大島幸也。予選5番手まだスランプから出しきれない様子の山本陽一。予選6番手2ストロークマシンでは予選最高位温水幸男。予選7番手大島とともに吉村ワンツーを狙う高吉克郎。国際 A 級 TTF3 決勝をスタート。果たして勝利の女神は誰の頭上に微笑むのか。スタートまず飛び出したのはゼッケン6田口真澄、続いてゼッケン8平塚昌司がそれを追う。その後ろ各社1コーナーから2コーナー3コーナーヘアピンと相撲のテクニカルな新コースをクリアしていく。今季3度のポールポジションを獲得しながら今まであと少しのところで優勝を逃している田口。先輩山本が不調の中、上昇 RDF 神話を守るためにも今回は何としてもこのままトップで逃げ切りを図りたい。オープニングラップ馬の背からエスピーン、会場な出だし田口、そして平塚塩森大島と続く。第5戦菅生のクオリファイでの転倒以来、精密機械の歯車が狂ったように調子を崩しているチャンク山本陽一、今回もスタートから出遅れ2番手グループからの追い上げとなる。レース序盤3周目ストレート RVF、YZF、GSXR3 台のマシンが三つどもえで上位グループを形成。5周目トップ争いを展開する田口と平塚。田口は1周1分38秒台でラップを重ね、一方の平塚は1分39秒台と徐々にペースが落ち始める。そしてこの2台を追走する塩森と大島はお互いに刺激し合ってペースアップ、激しいバトルを展開。走る田口真澄 RVF、 後ろを走る平塚昌司 YZF との差を6周目に5秒207周目には6秒38と広げ逃げ切り体勢を固める。まで3位をキープしていた塩森がチャージを開始、前を走る先輩平塚をかわして2位に浮上。その平塚、続く8周目には大島にもかわされ4位にポジションダウン。 YZF GSXR の2台前を行く RVF を追う。15周目グランドストレートで大島塩森をかわしてついに2位へ。しかし17周目大島3コーナーでブレーキング失敗、転倒をリタイアとなる。レース終盤18周目トップを走る田口と2位塩森との差8秒6と大きく開く。そして迎えたファイナルラップ20周年、スタートから安定した走りで後続を引き離し、理想的なレース展開で周回を重ねたゼッケン 6RVF。 2万1000人の観客の見守る中、グランドストレートを駆け抜け、今チェッカー田口真澄、今季初優勝達成。チームメイト先輩山本は後半追い上げを見せ4位でチェッカーを受けた。それでは喜びいっぱいの田口選手にウィナーズインタビュー。初優勝おめでとうございます。どうもありがとうございます。やっと一番高い度が上がりましたね。そうですね、今までポールポジション3回取ってたんですけど、今度こそはと思ってたんですけども、やっと勝てました。シャンパンシャワーの味は、もう最高ですね、はい。本当はワンツー取りたかったんですけど、山本雄一さんがちょっと今回調子悪かったもんで、その分も頑張ろうと思って走りました。次回への、方法をちょっと一言聞かせていただけますか。できればワンツー取りたいと思います。初優勝おめでとうございます。どうもありがとうございました。全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦、菅生 250cc クラスでは
上昇ホンダ NSR にストップをかけるべく登場した88年型ニュー TZ にヤマハの来年にかける意気込みを見た。そして TTF3 ではルーキー田口の初優勝にサーキットは沸いた。残り4戦となった全日本ロードレース選手権シリーズゼッケン1をかけた男たちの戦いは次なるステージ筑波サーキットへと続く。 MFJ インフォメーション、全日本ロードレース選手権シリーズ第10戦が9月13日宮城県スポーツランド須郷で行われます。お問い合わせはご覧のところまで。来週のオートバイ TV は全日本ロード第8戦須郷 TTF1 を大特集でお送りいたします。みなきゃ眠れぬ15分、お楽しみに。